はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、今日はね、兄弟に来ていただいています。で、この2人はね、本当の兄弟なんですけれども、 FTM なんですよね。はい。で、北畑くん、お兄ちゃんの方が100人カミングアウト動画に出てくれた子で、で、まあ弟、みちくんと今日は3人で動画を撮っていこうと思います。まあ、じゃあ一番最初に聞こうと思うのが、自分自身が女の子として、体を女の子として生まれてきて、で、こうその性別に対して違和感を感じたのはいつぐらい？僕は小学校高学年ぐらいですかね。あ、高学年なんや。どういう違和感を感じたの？まず制服のスカートが嫌だってなって、その時髪の毛長かったんで、うん、それも嫌だったんです。あ、そうなんや。で、小学校の高学年ぐらいで、なんかその気持ちが出てきたの、はい、なんで髪の毛伸ばさなあかんやろとか、なんでスカートなんやろみたいな。お兄ちゃんは？僕は幼稚園のとこ時期からやっぱ出てました、うん、ああ、そっか、はい、感じたことある？その自分が、じゃあ弟そうなのかなとか、お兄ちゃん、じゃあみちくんがお兄ちゃんってこうなのかなっていう、その2人の兄弟の中でその違和感っていうか、それあった？なんか若干あった、うん、へえ。お兄ちゃんもあった？いや、なかったです。あ、ない。でもみちくんはこうお兄ちゃんっていうか、まあ、その時はお姉ちゃんと思って見ていて、あ、なんかちょっと似てるなっていうのを感じたってこと、うん、それもやっぱ高学年ぐらい、もうちょっと大人になってから。そうですね、高校の時、僕がだから中学の時ぐらいですかね、に感じたい、はい、へえ。じゃあさ、もうお母さんとかにも言ってるやもんね、はい、それは、いつ言ったの？僕は19の時に一回その治療をしたいんやっていうことを話さなくちゃいけなくて、やっぱり同意書が必要やったんで、その時にこうしたいっていうのを直接じゃなくて手紙を渡して伝えました。その時の、まあ、お母さんにそれ手紙書いて、うん、その時の親の反応どうやった？お母さんはちょうど仕事とかがあったんで、泣いて電話かかってきて、まあ、手紙読んだけど、まあ、あの話は本当なんかって言われて、もうよくじっくり 話したいと、二人で話したいから今日早く帰ってきなさいみたいな感じで。あ、お母さんからね。そう、やっぱ病気って思われてるから、親にも。だから、まあ、何かすれば男の人と付き合えば治るでしょっていう感じのことは言われました。あ、そっか、はい、そっか。みちくんはじゃあいくつの時に、まあ、その小学校高学年ぐらいで、まあ、なんかその性別のちょっと違和感があったわけやん。で、いつぐらいでこうお兄ちゃんとかお母さんには伝えたの？僕は20歳になった時ですかね。親の同意書がいらないとなる時に伝えました。それも手紙で。あ、そうね。それもお母さんに、お母さんに、お兄ちゃんにも伝えた。お母さんに伝えたやん。伝えたっけ？いや、伝えてない。何も知らないと思う。あ、そうなんだ。じゃあさ、今さ24と22やん、2つ差やん。で、お兄ちゃんが19歳ぐらいで、はい、まあ、お母さんに伝えて、はい、まあ、その治療というか注射をして、はい、で、まあ、それを続けていたわけやん。で、逆にみちくんが20歳の時ってことは、お兄ちゃんも22になってるわけやん、はいはい、ってことはもうその注射もしてるし、お母さんもしてるわけやん。でもここは知らんかったやん。なんか一緒に住んでなかったんで、そう、一人暮らししてたから、その経過がわからないっていうのがあったんですけど、あ、まあ、ホルモン注射とかいろいろやってって、やっぱりこう変わってくやん、徐々に徐々に。で、そこで気づいたの？それとももう話したの？二人で話したのけど、めっちゃ仲悪かったんですよ。あ、そうなんや。あ、そうなんや。めっちゃ仲悪、多分そういうのもあったんやと思います。お互いがなんか、そういう、もうゆえん、そうそう、若い時って特にやるよね。めっちゃ仲悪かったんで、そういう話はせずに、けどこっちが、弟の方が治療をし始めて、なんか聞いてくるようになって、どこの病院行けばいいんやろうとか、こういう治療をっていうのになって、あ、こいつもかみたいな感じには思いました。
でその時にさ、みちくんがさ、お兄ちゃんに聞いたってことはもうそこに確信はあったんや、はい、あお兄ちゃんもしてるなっていう、あで逆にいろんなことを聞いて、でお兄ちゃんの方もあ聞いてくるってことは弟もあ僕と一緒なんやなっていうのを感じて、そこでなんとなく分かってる感じや。じゃあ今はどう、そのまあ仲はどう、仲良くなったけどそれをきっかけに多分仲良くなったんやと思う。そうやな、はあ、まあいろんなこと話し合えるし一番近い存在が一番その考えてるっていうか、まあ若い時はそれで悩んだかもしれんけど、そこを共有できるわけや、それってやっぱすごくね大きいというかさ、同じ悩みとして自分ごとのように考えられる兄弟っていうだけでもその悩みっていろんなことを共有できるけれども、ましてやまたそのセクシャリティの悩みっていうのを共有できるっていうのはすごくなんかこうお互いに強いよね、力強いよね。今はどう、お母さんとこう3人で話したりとかどう、今は。まあ普通にやっぱ3人で話しますけど、やっぱお母さんからしたらやっぱ娘2人っていう感じで対応はしてきますけど、けどこの注射をして変わっていくことによって、あんたのそこはいい、あんたのここはいい、注射をしてからここはいいけどここはダメみたいな、この比較をしてくるようになりました、うん、あそれはその男性と女性との比較ってこと、その前はこっちが良かったのにとか、そう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 、ヒゲを伸ばさあそういうことや、うんうん、こっちは、まあ、ちょっと細いけど、うん、あんたなんでそんなんなんやとか、あそういうことや。まあでも別にそこに対してやめてとか、あもうそういうのではないわけやろ。ないです。まあそっかそっか。じゃあもう今は、まあ、職場でももう全然それってみんな知って働いてるわけやしっていうことやかな。うん、またちょっと違う。違う。18から働いてて、うん、女子で入って出て治療したのが19とか20歳ぐらいの、ね、その2年間の自分を知ってる人は女子やったっていうのは知ってますけど、それ以降の人らは男やと思ってます、うん、あそっか、はい、じゃあ別にその時に、はい、あの昔から知ってる人が、はい、っていう感じとかその対応的なものっていうのは全然ない、全くないですね。あそっか、あそうやったんやって、別にそのまま昔と変わらず、うん、あそう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 続けてくれてる、それにすごくいいよね。そうですね、会社その職場の環境はすごく恵まれてたんで仕事しやすかったですね。もう社会人になるとやっぱり職場での時間っていうのがどうしても増えるやん、うん、でやっぱそこが自分がこうらしくというか自分らしくいれるって結構大切やん、そこがやっぱり隠してたりとかさ、ストレスがあるとさすごいしんどい場所やけどさ、みちくんは。僕は大阪で働き始めたんで、うん、上司しか知らないですね。あ、本当に上の人しか知らないです。だから、あ、そっかそっか。同僚とかはもう全然 FTM ってこと知らない。だから男の子やと思ってるの。男やと思ってみんな接してくれてるんで。あ、そっかそっかそっか。まあ分からんもんね。分からん。本当に分からん。へえ、そっか。まあでもこうやってね、なんかこう兄弟でさ。なんかいろんなこと共有できるのはね、いいもんね、うん、ずっと分からなくて、うん、そのさっき高学年って言ってたけど、女子校にも通ってたんですよ。あ、そっか、高校の時、うんうんうん、女子校にも通ってて全然気づかなくて、その相談とか、まあ、お母さんからそうやって言われたんやけどっていうのを聞いて、あれって思ったんで、なんかそれがすごく、あ、自分のせいなんかなって思ったりもしたんですよ。身近にそういう兄弟で上に FTM がいたから、それがいいっていうわけじゃない、はいはい、その生き方っていいなって思ってしまって、なりたいって思ってしまったのか、それかまた自分の意思でそういう風にっていうのを感じてなったんかっていうのがなんか分からなくて、お母さんもそれが多分分からないんですよ。だから自分の、僕の時は分かったっていうんです、言ってるんですけど、小さい時からあんたは人と違った、うーん、普通の女の子と違ったって、けど道はそんなことなかったんやってよく言ってて、今もそれはたまに言うんですけど、なんでかなっていうのはちょっとありますね。あ、そっか、うん、だから
同じ FTM かもしれないけれども、お母さんからしてみればお兄ちゃんは小さい頃から分かって、はい、なんか母なりに感じてたのに、うん、弟は何でやろうと、そうそうそう、もしかしたらお兄ちゃんがあれやったでそうそうそうちょっと影響されてるんじゃないかみたいな、また違う心配、はいはい、ああそっか、それがよく言ってましたねお母さん。ああそっか、はい、うーん、まあいろんなこと考えるよねやっぱりお母さんとかもな、うん、なんかある？なんもないかな。ちょっと緊張してます。まあでもこんな感じよ。うん、こんな感じで本当に何いろんな人がいるなと思うし、見た目じゃ分からん人なんてたくさんいるし、聞かな分からんこととかさ、うん、本当にいっぱいあるのでね。うん、またなんかこういう感じで、まあ同じ福井やし、なんかこうまた動画撮る機会があったらやりましょう。まあだってさ、やっぱりこういろいろとこう悩んでる子って絶対いっぱいいると思う。うん、もう自分らはさ、自分自身もそのやっぱり若い時って自分がゲイっていうことを自分自身が受け入れられなくて悩んだ部分もたくさんあったし、やっぱりそういうのあったでしょ。なんで他と違うのかなとか、なんでこうああじゃないんかなって。でやっぱりこう YouTube 見てる世代っていろんな世代が見てるけど、やっぱりこう若い世代ってたくさん見てると思うので、その子たちがやっぱりこういうのを動画を通して見てくれた時に、あこれでもいいんやなって、別に変わってることでもないし、これで悪いことでもないし、なんかこう自分を肯定してくれる子が増えたらいいなと思うので、まあこれからまたやっていこう、はい、まあ2回目3回目から慣れてみたいと思いました。はい、そんな感じでということでね、今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。はい、笑顔で。You will always be the one to